知花園子のハピスマアフタヌーン。時計の針は12時を回りました。 FM 小沢沖の皆さん、こんにちは。さあ月曜日です。週の初め、気持ちよくスタートしていきましょう。千葉のその子のハピスマアフタヌーンお届けしてまいります。まあ、このね FM 小沢の主婦帯といって、月曜日から金曜日までお昼12時のね1時間番組なんですけども、月曜日は私が担当しております。どんな月曜日迎えましたか皆さん。まあこの週末がね、土日お休みの方はリフレッシュできたんじゃないでしょうか。そういう私もかなりリラックスモードの土日を過ごさせていただきました。久しぶりでしたね、土日とも家にいたのが。はあ、どんな週末を毎回過ごしてんだよって言われそうですけどもね、なんだかんだとね週末もあたふたとこう出歩いてる感じがあるんですけどもね、今回ばかりは、まあ、予定してた司会もちょっとなくなりましたので、土日はしっかりとお休みをさせていただき、録画して溜まってたこうテレビのドラマですか、それをひたすら見たんですが、いやいや無理ね、連チャンでなんか4話とか5話とか見ろと言われてもね、途中で寝てるっつーのっていう寝るほど退屈なドラマなのかってわけではないんですよ。見たくて録画してたビデオなんですが、さすがにねずっとこう視覚的効果が強いものを見ちゃうと疲れが出てきますね。なので私はちょっとね連続して見るにもまあ3時間が限界かなという感じがしましたけどもね、テレビが好きな方たくさんいらっしゃるかと思いますが、私はやっぱりどちらかというと活字を見るのは好きですね。やっぱり本がこうどこかに、家のあちこちに転がってるんですね。ここにはこの本があって、寝室にはあそこにはこの本があって、まさかのキッチンにも本があるみたいなね。まあ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 、そういう、まあ、正確なもんですからね。途中途中あちこちの物語を読んで、これが混ぜこぜになっちゃう時も多々あるんですけども、まあ今読んでる本もね、結構ね、文学的な本で面白いなぁなんて思いますが、ただね、本を読むにも時間をねこう探さなきゃいけないっていうのが正直あるんですよ。時間貧乏なんです私。本当にねちょっとしたこの些細な時間で何ができるかって言ったら、優先順位決めた事柄からさっさ、さっさとやっちゃうんですよ。そうなってくるとね、本は余暇なので、まあ自分のね好きな時間に、空いてる時間にゆっくり読もうというタイプなので、そうなってくるとなかなか読めないね、なかなか進まないっていう感じがありますけども、まあ一番理想なのが一人でね、ランチを食べに行く時間。これが一番本読めるチャンスなんですよ。最近気づきましたね。なので、まあ、Facebook をやってる方ならわかるかと思うんですが、私、その弁とかってね、息子のために作ってるんですが、私のためじゃないんです。あれ、息子のために作るんですが、あえてね、たまに余れば私自身のものも、まあ、弁当を作って持ってくるんですが、最近は持たないようにしようと思いましてね。まあ、毎回外食するにはちょっとね、金銭的なお財布事情というのがありますので、まあ、週に2、3回ぐらいはね、こう自分の一人時間というのをランチタイムで取ってみようかな、なんて思いましたけどもね。早速、ツイキャスの方もコメントがずらずらずらっと来てますね。ありがとうございます。一番乗り、イーサーさんね。あたいのイーサーさん、元気かい。そのたん、このツアーということでありがとうございます。タロちゃんね、のほん、そのちゃん、こんにちは。と、タロちゃんちは娘さんが熱出たと、LINE でちょっと騒がれてましたけど、その後どうでしょうか、落ち着いたでしょうか。ねえ、まあ、この時期ね、うちの息子も東京行った時に 39.5 度の熱を出しましたからね、ビビりますけども、インフルエンザじゃなかったということなので、それは何よりですね、良かったなと思いました。お大事になさってくださいね。やっぱり両親の愛情ですぐ治せると思いますよ。さあ、そして、ちゃんおかさん、まあ、ご当地情報いただきましたよ。そのさん、こんにちは。名古屋はすっきりしない空模様の昼です。昼ですって。ランチタイムでしょうか、今どうなんでしょうかね。ちゃんおかさん、今日何を食べるんですかね。ちゃんおかさんも結構美味しいものばっかり食べて歩いてるような気がするんですよね。同じ人種の匂いがしてきましたけど。
はい、そして、イサさん追伸ね、栃木は現在18度の曇り、最高気温は22度、最低気温は16度ですと。まあ日本列島長いなというのをつくづく感じますね、これからの季節ね。沖縄は今日29度ぐらいまで上がるような朝話がありましたが、はい、どうなんでしょうか。早速ね、天気予報もお伝えしていこうかなと思います。はい、イーサさん、忘年会1ヶ月切りましたねと。そうなんですよね、もういよいよ、はい、切ってきました。リスさんですね、ボンテージその子女王様と、なんだいこの野郎みたいなね、ボンテージは着ないっつうのね、主褒美ですから、こちらはあくまでもね、よろしくお願いいたします。早速今日の天気からお伝えしてまいりましょう。沖縄気象台の発表によりますと、本日の本島地方、高気圧に覆われておおむね晴れてますよと。皆さんがいらっしゃるところいかがでしょうか。ただし朝のマイオアシスの番組でも言ってましたね、今日はなんか全天気をコンプリートしたとミミリが言ってましたけど、本当にそうなんですよ。この後の天気なんですが、中南部地方の天気ね、曇り、夕方一時雨、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雷を伴うでしょう。コンプリートです。ミミリの言う通りですね、ありがとうすごいね、曇って雨降って嵐が来るみたいなね、そんな感じです。この後の降水確率、夕方6時まで 70%。 これ洗濯物干しちゃった私、あいたたたって感じですかね。ただし沖縄市ね、スタジオがある沖縄市の上空は青空がまだ広がっていますね。どうか降らないようにという感じかな夕方6時から深夜12時にかけては 30% の予報ですね。日中の最高気温、朝から変わっておりません。沖縄中南部地方ね、本島中南部地方29度ですよ。皆さんどうする今日はさすがにね、朝のお掃除汗だくでしたね。本当にね、汗が滴り落ちる感じなんですよ。夏に戻ったね、と、スタッフで話しながら掃除してたんですけどもね、29度まで上がると。まあ、熱中症対策はしっかりなさった方がよろしいかもしれませんね。風が南の風、後、北の風、やや強くと変わります。波の高さ、1.5 メートル、後、2.5 メートル、ちょっと波も荒れてくるかな？どうでしょう。沖縄本島地方では、9日は発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また沿岸の海域では9日今日のね、夜の初め頃から波が高くなる見込みです。海上や海岸付近では高波に注意してくださいと出ております。昨日か、嘉手納町にあります水釜のね、こう防波堤っていうんですか、海岸沿いをちょっと走ったんですが、釣り人がこの時期やたら多いですね。何か釣れるお魚がシーズンであるんでしょうね。たくさんの方釣り人いらっしゃいましたけど、今日ちょっとね、波も高くなる見込みですので、十分ご注意ください。以上、本日のお天気でした。さあ、ツイキャスどんどんコメント来てますしょいますしょいまだまだクーラー、イーサさん、そうなんですよ。はい、何よ、リスさん、髪みまめかめ様なんだろう、おようわからんな。あ、天正、あ、女神さん、お久しぶりですね。亀さんも来ましたね。いよいよ来ましたね。亀さんは最近個人キャスすごくないですか。私こっそり見てるんですよごめんごめん、隠れて見てました。はい、失礼しました。そしてゆきさん来ました。その子さん、こんにちは。リスさんまで、え、何、あ、愛妻弁当を食べながら聞いてますよと。いいですね。どんなメニューなんだろう。うーん、妄想してみよう。私が想像する愛妻弁当はとんかつ、違うかゆきさん、どんな愛妻弁当なんでしょうか。差し支えなければお知らせください。さあ、主婦帯では毎週週替わりでリスナープレゼントも用意してますよね。もうラジオ聞いてる皆さん知ってるでしょね。この12時台いつも美味しいものを誰かに食べさせようということでそして一緒に太ろうということで、違うね、はい、みんなで美味しいものをね、お裾分けし合いましょうということで、リスナープレゼントご用意しております。先週のリスナープレゼント何だった、覚えてますか。ももあんさんですね。北中城島袋にありますももあんさんのペア食事券一組様ご用意してたんですけども、その当選者発表いたします。誰だろうね、誰だろうね。送った人覚えてる、覚えてますよね。行きましょう。当選者、ラジオネーム
ムーネー先生です。おめでとうございます。ムーネー先生、最近月曜日聞いてっかな、来ないし催促しちゃった。最近ね、メール来なくなったな。そういえばな、どうしたんだろうな。ムーネー先生聞いてたら強制的にメッセージを寄せくださいもしくはスタジオに遊びにおいでおいでって感じですね、はい、初見さんも来ましたね。道の駅はしご旅さん、初見ですと、ありがとうございます。沖縄県にありますコミュニティ放送局 FM 小座のキャスでございます。まあ電波からねラジオも流れてるんだけども、ツイキャス、ユーストリームで音声と映像も配信してるとこなんでございます。もしよかったらお気に入りにね登録しててください。よろしくお願いいたします。さあムーネーさん、おめでとうございます。まあ時間があるときにねスタジオにこのチケット取りに来てください。さあそして今週のリスナープレゼント、今週は2週目ですね。2週目といえば私の地元ですよ、読谷村にありますね、あのレストラン大輝、タロちゃんと行った大輝ですよさあさあお伝えいたしましょう。 FM 小座12時の主婦帯ではリスナープレゼントご用意してますよ。今週のリスナープレゼントは読谷村紫村内レストラン大輝のランチペア券をドドンと2組様ご用意しております。琉球料理のバイキングスタイル、が有名なレストラン大輝なんですが、なんといってもプルプルティビチですよ。お母さん、若い女性の皆さん、プルプルティビチ、豚足食べるとコラーゲンたっぷり、お肌プルプルになりますのでね、ぜひ行かれてください。そしておじいおばあには関節にはもってこいですよ、膝にはいいですよこれね本当に美味しいんですよ。でそのプルプルティビチが食べ放題なんです。うん、最近ではねアジアの会、旅行者の方々の団体なども入って賑やかなんですけどもね、地元のおじおばもよく利用してる、そういうレストラン待機でございます。ご希望の方はメールでお送りください。懸命に主婦帯リスナープレゼント、そして本文にはお名前とご連絡先を必ず書いてくださいねメールアドレスは761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp までお願いいたします。また、ファックスでも受け付けております。ファックス番号 098-934-8653 934-HELLOKOZA までお送りください。よろしくお願いいたします。当選者は来週のねこの主婦帯の枠で紹介していきますので、皆さん1週間の楽しみ待っててください。たくさんのご応募お待ちしております。ただね、当選者はスタジオに取りに来てもらえるか、もしくは着払いでごめんね郵送可能の方とさせていただきますので、こちらはもうご了承ください。もうちょっと頑張るね FM 講座ね頑張りますので、それまでみんなちょっとねご協力の方よろしくお願いいたします。さあ早速ね今日のハピスマ二者択一テーマ、もうツイッターとか見たらわかるかと思いますけども、自分の部屋にしたいんなら和室がいいですか、洋室がいいですか。さああなたは洋室派でしょうか和室派でしょうか。まあ若い方はおおよそ洋室かなと勝手に判断はしてますが、でもねそれぞれの良さってきっとあると思うんですよ。私もねやっぱりこう世代世代、まあ、生まれてこの方40何歳なってきましたけども、その年代ごとでねその良さの違いっていうのがだんだん分かってきたのかなっていうのもあるので、皆さんがどういうふうにお考えかお答えください。メールでも構いませんし、ツイキャスのコメント欄でも許してあげようでもメールがいいな。ついでにリクエストなんてあると嬉しいかもしれない。今日はゲストおりませんので、皆さんといっぱいおしゃべりゆんたくしていこうかなと思います。リクエストも受け付けてますのでよろしくお願いします。さあ早速本日のオープニングナンバー参りましょう。コッコの樹海の糸。BBA のコメントは控えさせていただきました。実際に BBA なのでね、最初にコメントあったんですがごめんねはい失礼します。村上さんね、村上直樹さん、ゲ BBA かよ、他のツイキャスへ行こうと、無視かよということなんですけども、いやこのコメントは無視せざるを得なかったです、すいませんメッセージリクエスト受け付けてますよ。早速ねいくつか来てるんですけども、あるかなこの曲、いいよリクエスト受け付けております、するよ。
あとリスナープレゼントも送ってちょんまげでございます。お、石垣島の金髪野郎来ましたね。どこで聞いてるのかな、ユーストかな、ツイキャスかな、どっちでしょうか。ありがとうございます。どうしようかな、なんて言うとあったかな、ダンシングシステム。オーマイガッシュ、あちゃこさんごめん、ないな、ないな、すまぬ。みんな和室洋室どっちが好き？どっちが好きかな？キャスのコメントやらを見てみてやろうかな。小さい声で入ってる。カメさんこのやら聞こえてるんだよ。ありがとう。沖縄市のコミュニティラジオ局です、ね、道の駅はしご旅さんよろしくお願いします。今はほらおばちゃんだけどさ、若い子もいっぱいいますからよろしくお願いします。この時間は主婦日といって、県内のナレーターとかパーソナリティの主婦の皆さんが曜日代わりで担当してます。月曜日は千葉のその子でございます。よろしくお願いします。ほほ、道の駅さんは和室いいですね。うん、あ、太郎ちゃんも、うん、お、リス、和式とか言ってるしね。トイレか。女神さんも、ほほほ。なぜだ？なぜだ、なぜだ。理由を書いてメッセージせよ。このリスナー、ギリねみたいな思ってるでしょ。うん、何それ。あ、リさん、やっぱり様式年だからじゃない。膝曲げられないんじゃない、和式だと。意地悪だね、失礼しました。いや、トイレは様式ですよ、やっぱりトイレはね、やっぱり様式がいいですよね。あのウォシュレットとかないと辛くないですか。私ウォシュレットがないとちょっと耐えられない。あと和式だと、もう今和式のトイレってそうそうないでしょ。ね、なんかそれ、いつだろう使ったのって、あ、前頭閉鎖の時ぐらいかな。何？す、年。お互い一緒じゃん。ここであれだよ、カメさんとリスさんとイーサーさんあたりは確実にこっち側でしょ。アラフォーでしょ。しょうがねえべ。ね、年とともにね、いろいろ好みってなりますからね。そうね、年忘れ大忘年会ですね。年は忘れちゃダメですよ、自分の年齢はね、ダメだよ。メッセージも待ってますね。いい曲だな。こっちか。
リクエストとかいいよ、かけるよ。あ、ギフトネンジェルさんいらっしゃい。やっほーい。そのたんごめん、寝落ちするな。寝落ちしちゃダメだよ。マキさんの声は寝落ちする声でしょ。私のは寝落ちする声じゃないですよ。私はジジイですくっそって。え、道の駅八五さんごめんね、そういうことじゃないのよ。こういうキャラでごめんなさいね。いじめじゃないですよ。こっち側ってことね。じゃあ和室だから。でも若い人でも和室好きな方いますよね、きっとね、と思います。知花園子のハピスマアフタヌーン。お送りしております知花園子のハピスマアフタヌーン。さあ今日の二者択一ね。あなたの、ね、自分の部屋にしたいなら和室を選びますか、洋室を選びますか、どちらでしょうか。回答の方がツイキャスの方でいくつか来てるんですよ。紹介しましょうね。和室がダントツですね。なんだろう、ね、初見さんの道の駅はしご旅さんね、私は3回目の成人式を迎えましたって今ちょうど目に入っちゃった。お、あ、そうなんだ。じゃあ和室が好きっていうのはそこじゃないですか。なんとなくわかります。はい。あ、でもベッドもいいよね。和室でベッド置くのもよしなのかな、どうなんだろう。寝るんだったらベッドだけど、くつろぐんなら和室みたいな、そんな感覚ありますけどね。はい。それ以外にね、太郎ちゃんも意外と若いのに和室と選んでましたね。どういうことだろう。さらにリスさんは和式と書いてましたけど、和式とトイレと勘違いしてねえかという感じもしますが、後洋式とか言ってましたね。トイレの話に行きそう。やばいやばい、そういう系好きですよ私。やめようね。はい。そして女神さんもね、和式、あ、和室、もう和式になっちゃったじゃん。和室を選ぶということなんですけどもね。はい。ツイキャス、お父さんも入ってきました。銀座のエンジェルさんも、その子さんこんにちはと。こんにちは、ありがとうございます。なんかみんなね、今日はなんだろうね、コメントがノリがいいような感じがするのは私だけでしょうか、どうしてでしょうかね。まあいいや。はい。さあ、そして、タラちゃんから言うには、洋室より和室の方が落ち着くんですと。日本人だね、タロちゃん、いいことだよ。でもなんとなくわかりますね。私もなんだろう、障子のこう綺麗な直角のラインっていうのがすごく好きでね。特にだから私がずっと子供の頃から憧れてるところっていうのは京都なんですよ。規則正しく並んだこの直線の美っていうんですか、それがねすごく心が震えるぐらい美しいなと本当に子供の頃から思ったんですね。かといきや、こう曲線もこれも計算された曲線を美しく使ってる街のこう作りっていうんですかね、それがたまらなくてね、好きですね、京都。まあ沖縄にもそういうところも最近増えてきてますけどもね。なんだけどもやっぱりその街全体、昔ながらからそういう形取られた感覚っていうのがすごく好きでね。なので私も子供の頃は洋式に憧れ、洋式って言っちゃった、また洋室に憧れましたよ。ですけども今は結構ね、和室のお布団っていうのも好きですね。
ゴロゴロできるし、落ちなくていいし、どんだけ寝相が悪いのかって言いそうですけどもね、そんなことないですよ、落ちないですよ。ただね、ほら、もうちょっと高齢になってくると、こう膝が弱くなってくるから、ベッドがいいとかソファーがいいっていう話はよく聞きますけどね。うん。あとはね、こう最近の子供たちが手足が長いのは洋室のせいじゃないっていうのも結構聞いたりしますね。正座文化がなくなってきて、こう椅子で座るから関節に負担が少ないということでね、そういう話も聞いたりはしますが、でも和室の良さっていうのもね、ちょっとやっぱり伝えていかなきゃいけないのかななんて思いますけどもね。女神さんも畳の上がいいですねって。うん、女神さん若いはずなんだけどね。亀さん、和室は膝が擦れるし洋室がええなと。お、亀さんこっち側洋室がええなということですけどもね、まあどっちもありなのかな私は。うん、ちゃおかさん、今日のランチはパスタだな。名古屋名物あんかけスパにします。話飛んでるしちゃおかさん、どういうこと何ランチ自慢いいですよ。まああんかけスパって食べたことないですけど、どんな感じなんでしょうね。美味しいってよく聞きますけども、ちゃんおかさんはどっち派なんでしょうね。和室派洋室派教えてください。うん。そして銀座のエンジェルさん、やっぱり和室がいいですねって。寝っ転がれるところがのんびりできていいですね。でも掃除をするにはフローリングかなと。どっちもどっちかなっていう感じ。どうでしょう、確かに掃除をするにはフローリングの方が楽かもしれませんね。畳はね、こう結構雑巾がけとか厳しいですからね。うん、そういうところではリビングがこうフローリングだと確かに掃除しやすいかな。うん。でもさ、和室のさ、たまに面白いところって、この年末年始畳を起こすことって皆さんやります？まだ和室を持ってるご家庭の方、あれが好きでね、もうパン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 ってこう埃を思いっきりこう叩き出すっていうんですかあれがもうたまりませんね。最高ですね。私のこの変な中途半端な潔癖症っていうんですかそういうところからずっと一切合切綺麗に埃を落とす的な年末年始の畳を叩くやつがねすごく好きですね私のことはどうでもいいね。早速メッセージが来てるからさ、紹介してみようかね。はい、まずはこちら、ラジオネームあちゃこさん、ありがとうございます。さなこ様こんにちは。昨日今日暑いですねと。ほんと昨日今日と暑いですね。昨日タンクトップ1枚でずっと過ごしましたね私。はい、さてさてお知らせなんですが、29日日曜日に芋煮会を開催すると。第1回コザ芋煮会を開催いたします。芋煮会とは主に東北地方で行われる行事なのですが、里芋とお肉とお野菜を煮込んだ汁物です。毎年寒くなる時期にグループ単位で行いますが、沖縄はまだまだ暖かいので11月末にしました。うん。園子さんや FM 小座の皆さん、リスナーの皆さんもぜひともいらしてくださいね。詳しくは小座芋煮会で検索してみてくださいと。これ私あちゃこさん今ラジオ聞いてるよね。ちゃんと Facebook でチェックしてました。あのね、何年前だろうね、私山形に仕事で行ったことがあるんです。中継で。その時にやっぱりね、山形でも芋煮会っていうのはやられるということで美味しくいただきました。まあ夏だったんだけど、わざわざ沖縄から来てるからということで、その時期にね、ちょっとした小さな芋煮会をやってもらったんですけども、これがすごいね、里芋ってホクホクしてうまいのね。こんな食べ方があったのねということを教えていただきました、山形のリスナーさんたちに。はい、これが沖縄でもねやるんだね。頑張ってね、このねイベントを発起人っていうのも大変かもしれないけど、あちゃこさん応援してます。もしねこの日お仕事予定がなければ、あるかも。うん、行けたら行くね。あちゃこさんごめん、多分予定が入ってたような気がしますけども、日曜日だよね。はい、あ、もう一回チェックしますね。ありがとうございます。そしてリクエストが来てるんですね。ノーランズのダンシングシスターということで、この曲ありました。早速お届けいたしましょう。ノーランズって私が小学校の時にね、兄弟、シスターズデュオっていうんですかね、姉妹の4人デュオで、NHK でしたっけね、ああいうところに出てて結構憧れたな、そういうグループの
ナンバーをお届けいたしましょう。ノーランズのダンシングシスター。考えてる今あのね、ミュージックボックスが今一生懸命考えてる。来ましたよ。あ、懐かしい。この曲一曲お届けしましょう。星の砂、懐かしいですね。あるかな。お、ありましたぞ。懐かしいよね、道の駅さんね。超懐かしい。憧れました。本当にノーランズ。最初に憧れた外国人アーティストじゃないですかね。里芋は沖縄でも取れますよ、多分。イーサーさん、うちの母が作ってた記憶がありますな。うん、あ、ちゃんかさん、フローリングでベッドかなって。そっか、一部残してる。はい、マジ横浜ではない、そういうパンパンパンってやるの。あ、ないんだね。あ、ノーランズレコード買いました。羨ましい。懐かしすぎるノーランズをお届けしましたけどもね。道の駅はしご旅さんも懐かしいっていうね話をしてますね。世代かな、40代中頃以降の方が知ってる曲かもしれませんね。ありがとうございました、あちゃこさん。はい、まだまだリクエスト来てるのでどんどん紹介していきましょうね。やばいかもまたね調子こいてこうのんびり構えてたらさ。はい、早速メッセージです。石垣島の金髪たこ焼き屋からお届いてますね。あいつだよ何で聞いてんの、ツイキャス、ユースト、どっち、怖いなその子姉さん熱い。石垣島より初参加のチーム独身、石垣島の金髪たこ焼き屋ですと。うーん、お昼ですね。フェイスブックでその子姉さんのお弁当いつも美味しそうですね。本当の僕の弁当はカップ焼きそば、え、本日の僕の弁当はカップ焼きそばとご飯、しじみ味噌汁です。あー、早く弁当を作ってくれる人見つけなきゃ。んじゃ、焼きそば食べながら聞いてますということで、ありがとうございます。早く見つけな、うん、なんか他人事だったね、ごめんねでも石垣も今日暑いでしょうね。沖縄本島もこれだったらさね、南側だから単純にまあでも、まあ、カップ焼きそばも食べれる幸せですよね、たこ焼き屋頑張れ
なんかさ、フォローになってない、ごめんね。これでさ、やっぱ出会いってさ、私がなんだかんだ言ってしょうがなくない？自分で頑張ろうね。あとは出会いを求めてどっか行くとかさ、ね、頑張ろう。あとはそうだね、何か自分に問題があるか見返してみましょう。冷た、はい、あ、続いてのメッセージです。イーサーさん、ありがとうございます。その他リスナーの皆さん、こんにちは、イーサーです。今日のテーマ、自分は畳の匂いが好きなので和室がいいなと。うん、寝るのもベッドより布団派です。その他はどちらかな、イタリア人だから洋室かな。イタリア人ですからね、ベッドですね、確かに。リクエスト、ビギンの海の声あったらお願いします、なかったらシマンチュヌ宝をお願いしますと。大気のプレゼントもご応募していいですかと。もちろんですよ、ありがとうございます。ビギンのね、海の声って、これあれでしょ、なんだっけ、au かなんかのね CM で使われてる曲なんですが、これ CD ちょうどありますので、まあネットではお届けできませんが、イーサーさんからのリクエスト、ビギンの歌、あ、ごめんなさい、ビギンの海の声。でもいい曲ですよね、うん、ありがとう。写真こんな感じなんだ。味はどうなんでしょうかね。なんか醤油ベースかなんかなのかしら。妄想族だね、素晴らしい。もっともっと妄想してその子さんを美化してください。こんなんでよかったら、ね、いくらでも妄想してくださいよ。ありがとうございます。あ、タロちゃん仕事戻るのね、いってらっしゃい、ありがとうございます。タロちゃんの娘さん、早く良くなるといいね。はしご旅さん、お年玉で買ったんだ。そのレコードはまだあるの？どうなんですか？レコードってカビ生えますよ。夢壊すなって感じですかね。髪染めた？うん、染めてないの。タロちゃんにも言われたんだけど、もうだんだんね、こう白髪が出てきてる感じなんですけどね。もうまた染めに行かなきゃいけない頃なんですけどね。なんかみんなに言われるのは何だろうね。あー、もったいない、曲がっちゃったレコード。うーん、そうか、もったいないね。貝味ソースわかりますか？いや、ちょっと噂には聞いてますけど、辛いやつ、今出てるね、唐揚げの大吉さんの方から貝味ソース面白いのあるんだよっていうのを言われたんですけど、うん、ここで一回 CM 入れましょうかね。何それ、美味しいの？女神さん、全然千葉のその子受け付けますよ。立てておいたら曲がったんだ。うわー、つらたんですな。貴重品ですよね、レコードってね。うちも実家にいっぱいだろうな。
いい曲ね、イーサーさん、ありがとうございます。不思議な味、不思議な味、チャレンジできるよ。あれよね、今ね。でもまたあれですよね、また価値がこう見直されて多くの方が利用してるみたいですね、レコードね。あー、おいしい。リス氏的には何がイサさん、何でしょう。 FM 講座流行語大賞の、おー、そういう時期ですね。何だろうね、あるんですかね、流行語って。レストラン待機。わーおっていう CM です。りょうかちゃんが声やってるんで、ちょっと環境よろしくないですね。わお、もったいない。千葉なその子のハピスマアフタヌーン。急ぐよ、メッセージがいっぱい来てるからさ、余韻残さずいきますよ。早速メッセージです。ラジオネームタカさん、ありがとうございます。この前ね、先週来てたんだよね。イメージがね変わってた。髪の毛伸びたんじゃない、タカさん。あれ初めてって思わず言っちゃったんだけど、タカさんね、何回か撮りに来てるんですが、髪の毛伸ばしてるでしょ、タカさん。違う？その子さん、安心してください。聞いてますよって。ありがとね。でもタカさんね、仕事中だから夜帰ってユーストリームのアーカイブでチェックしてくれてるって言われたからちょっと嬉しかった。うん。なんか保存してよかったと思いましたけど。番組保存しててよかったなんて思いますけどもね。 YouTube でもね、この番組を見ることはできるんですよ。 FM 講座って検索すると YouTube にもチャンネルありますので、そちらも結構ポチポチ見てください。はい、カウント数増やしてください。よろしくお願いします。友達にも紹介してください。あと何がある？なんだろうね、自分の Facebook とかにもシェアしてください。以上です。先日はカフーのランチ券ありがとうございました。また FM 講座の大忘年会お誘いもありがとうございます。いえいえ、明日には参加確定できると思います。友人を落とそうとしているところなので、 FM 講座直接行くかもしれません。よろしくです、ということで、ありがとうね。え、せっかくここまで仲良くなったんだからさ、忘年会で一緒に酒組み交わそうよ。兄弟のちぎりでも交わそうよみたいな、ね。親分っぽいな、ごめんな。タカさん、ありがとうございます。さあ、そして続いてのメッセージ、早見愛する蒙古会さんからいただきました。久しぶりやの。その子さん、お昼休みに部屋で聞いている人、会社で聞いている人、車の中で FM 小座を聞いている皆さん、チース。いつものラジオネームでごめんやで。テーマ、二者択一は、あなたの部屋にするなら和室洋室。
その子さん、その子さん、俺はね、やっぱり和室ですかね。もう荷物ないところで和室で畳の匂いがいいんですよ。夏なんかクーラーガンガンにかけてゴロンと寝るのがええんですよ、と。うん、わかる。リクエスト。まあ、このテーマにちなんででしょう。部屋とワイシャツと私ということで、平松さんのね、曲、よろしくお願いしますということで、わかるよ、AKB さん。ん？違う。早見愛する猛虎会さん。あの、クーラーガンガン効かして畳でゴロゴロするの最高ですね。ただ私ね、腰が悪いもんですから、長らくでね、硬いとこで寝ると、腰痛くてダメなんですよね。なのでベッドなんですけどもね。はい、早速お届けいたしましょう。平松恵里の、部屋とワイシャツと私。道の駅さん、ね、沖縄にも道の駅っていうのはね、正式なのはね一箇所しかないって聞いてますよ。道の駅マニアのねリスナーでマロダンさんっていう方がいるんですけど、本当にある道の駅とか女の駅っていうのは正式な道の駅ではないようですね、みたいですね。私もちょっとそれ知らないんですけど、なんかね、離島に一箇所正式なのがあるって聞いてます。でもよくわかんない。うわー、いつもメール読まれたらチェリーケース切れるって。切れた？切れてないよ。イサさん、行かないと罰金5万円ですよ。そうですね、リスさんも罰金5万円できますか、そろそろ。そうで、おめえら沖縄に来ないと罰金5万円な。親分はその子様でございますよ。怖いな。半分、保存状態が悪くて1000枚ぐらい曲がった。もったいない。今頃それ使えたらさ、売れたかも。もしかしたらすっごい希少価値上がってたかも。残念ね、はしご旅さん。しょうがない、そういう鬱憤は FM 講座でなんとかして。お腹すいたな。今日何食べようかな。じゃあお母さんのあんかけスパ食べてみたいな。なんかドンキーとかに売ってんだよね、ちゃん、あんかけスパのこのあんかけが。でもね、美味しくないって言われたの。あれは食べない方がいいよ。どんな味なんだろう。そこ聞く、エンジェルさん。一箇所でスタンプラリー終わり、そんな感じですよ、確か。なんか言ってましたよ。ダムを回るといいよ、ダム。ダムのスタンプラリーとか。ダムカードとかもね、あるらしいですよ、その、マロダンさん曰く。道の駅の代わりにダムを回るといいということ言ってましたけど。まずいな、ちょっと BGM して喋っていきます。この曲長いからさ、後ろで流しながらみんなのメッセージも紹介していきましょうね。はい、続いてるメッセージ、こちらは銀のトロンボーさんだね。ありがとうね、いつもね。こんにちは、その子さん。ハピスマスタッフの皆さん。今日もおかしなラジオネーム、トロンボー、銀のトロンボーンです。と。銀抜かしそうだった。銀のトロンボーンです。そのターン、今日の二者択一テーマ、自分の部屋にするならどっち？洋室おは和室ですか？洋室がいいな。ベッドにフローリングがいい。畳が恋しくなれば、薄い畳もどきに、畳もどき置けばいいし、は？
リクエスト、歌詞は忘れましたが、タイトル、ハンドレッドマイルお願いします。ということで、この曲なかったの。ごめんなちゃい。ごめんなちゃい。いつもさ、トロンボンさん、あえてない曲探してきますからね。わかってますよ。うん、ありがとう。でも嬉しいんだよ。そうやって気にかけてくれる銀のトロンボーンさんが大好きです。ありがとうございます。さあ、そしてね、ちゃんおかさん追伸で、今日のランチは名古屋名物あんかけスパ、こんな感じだよと写真を送っていただきました。ほんとだ、あんかけだ。なんか茶色っぽいね。何味なんでしょうね。気になるな。食べた感想を述べよ。うん。そして、ちらたさんからもいただいてます。その子さん、こんにちは、あんこ。わんこわんこ。でいいの私は洋室しかないので、次和室がある部屋に引っ越したいなと考えております。ほうほうほう、畳でゴロゴロ気持ちいいですもんねって。うん、そうなんだよね。ゴロゴロするの最高ですね。花風は行ったことがないから行ってみたいです。リスナープレゼント当たりますようにと。花風はですね、ちらたさん、4週目。今週は紫村のレストラン待機だっつーの。でも当たるといいね。うん、きっと当たると思うよ。送り続ければ。特にまあ例としてタカさんがすごいですからね。当選確率高いですからね、タカさんね。はい、ありがとうございました。ね、ツイキャスのコメントもちょっと拾ってみましょう。道の駅はしごさん、沖縄にも道の駅あるんですか？ということなんですが、私一箇所しか確認できていません。女村とかね、あちこちにあるなんとかの駅っていうのは正式な道の駅ではないと、道の駅マニアのリスナー丸団さんから聞かせていただいてびっくりしたんですけどもね。はい、そのようです。ネットでちゃちゃっと調べて自分で。ごめん嘘。はい、そして銀座のエンジェルさん、その子さんのお弁当は美味しそうですが、毎日のおかずはどのように考えてますか、ということですけども、全くもって考えてません。朝起きて5時半から6時の間に起きるんですけども、ぼーっとした頭の中でイメージして作ってます。まず卵焼きでしょって、今日はチキンがあるからチキン何やろうかなっていうイメージを持って、絵をイメージしてそれから作る感じですから、その時にしか決めません。はい。変わってるね。なんか前日の残り物とかそろそろ活躍できる季節となってきましたね。これが嬉しいんですよ。夏場はね、ちょっと傷みやすいっていうのがあるから、なかなかこう使い回しはできないんですが、冬場はね、結構使い回しが効けるので。ちょっと連チャンになるけど申し訳ないけど、息子にはね。まあでも愛はたくさん込めてますから、あのお弁当。はい。まあね、頑張りますよ。あと1年と3、4ヶ月ぐらいかな。高校生のお弁当をね、作るために今はちょっと早起きして、毎日 2V はしてますけどもね、早く寝ればいいのに、なんで早く眠らないんだろうって自分でも思いますけど、ほんと不思議ですよね。さあ、私はね、この和室と洋室どっちがいいかって言って、今実際は洋室なんですね、賃貸物件なので。ただまあ寝るには、私はさっきも言いましたように、ちょっと腰が悪いもんですから、ベッドじゃなきゃダメなんですよ。和室でこういくらこうふかふかの布団引いても腰が翌日来るんですね。なので、まあ寝室は和室ではないです。そうですね、埼玉のお家でも寝室は洋室にしてもらってますね。ただでも和室でゴロゴロするのは憧れだったので、一軒家持つ時にね。だから和室は一角あります。ちゃんと6畳一間は和室で、床の間もちゃんとつけてもらった、そういう和室がありますね。で、2階建てだったので、1階部分に和室が、1階がまあ寝室3部屋あったんですけども、ちょっとさ、こうお酒飲んでこうだるいなっていう時は、和室に布団を敷いて家族全員でゴロ寝したというようなね、そんな感覚でしたね。そのままテレビもつけっぱなしでゴロゴロしながらこう寝るっていうのは結構ね、良かったですね。まあ、めんどくさい時には和室っていうことでしょうかね。でもまあ、トータル的に見ると、おおよそ和室が多かったように感じますね。うん。女神さんなんて考え事するときは和室がいいですね、という感じですね。確かに和室の外から見る庭とかもな、なんか良かったな、と思いますね。考える時間は、そこだったかもしれませんね、私もね。うん、そんな感じがいたしますけども、皆さんもね、和室をうまくこう使って、
大人な空間ですかね。こう物思いにふける空間とか作るのもいいかもしれません。まあ和室がなければなかったでね、洋室の良さっていうのも十分ありますからね。さあ今日の二者択一は和室が圧倒的に有利でございました。あっという間に1時間で園子のハッピースマートアフタヌーン、もうそろそろお別れとなります。今週のリスナープレゼントは読谷村紫村にありますレストラン待機のランチペア券を2組様ご用意してますので、どなたでも応募できるからメールファックスでお寄せくださいね。メールアドレスが 761@fmkoza.jp、 ファックス番号 934-8653 となります。今週いっぱい受付となりますから、いっぱい送ってください。よろしくお願いいたします。亀さん、さあ午後からのお仕事頑張です。皆さんその他お疲れ様ということでありがとうございます。千葉なその子のハピスマアフタヌーン、あなたの1週間がハッピーとスマイルであふれるようにお送りいたしました。お相手は千葉なその子でした。明日の週報日12時は磯子巻さんのユンタクランチボックスとなりますので、楽しみにしててください。それでは千葉なその子とはまた来週お会いいたしましょう。チャオー。